小田急1500系電車は、かつて、東京急行電鉄、小田急電鉄で使用されていた電車である。帝都電鉄200系、500型として製造された車両のうち、いわゆる、大東急時代に、形式変更されて、デハ1450型で、ハ1458及び区ハ1500系、クハ1502となった各一両ずつが、井の頭線から、 小田原線に転属となり、そのまま、小田急電鉄の出破百5 0 0百1501、五百五5 5 0五1551となったものである。小田原線に転入した当初は、制御装置、制動装置ともに、既存の小田急の車両とは異なっていたため、単独で運行されていたが、順次他の車両と揃えられた。九百六十年の更新修繕の際に車体、のせ替を行い、 1900型に編入されて1976年まで使用された。また、この時に余剰となった車体は、デユニセン系の更新に活用されており、1984年まで使用された。本校では、帝都電鉄で使用されていた、当時の遠隔についても記述する。帝都電鉄200型と同系の100系107帝都電鉄も、ハ200型は、 1936年の造備車として、電動車4両が、日本車両製造で製造されたが、この時の最終番号の車両が、デファ1501の前身となる、モハ208である。モハ200型はモハ100系の改良造備型として1934年に201から204、が、1936年に、造備車として205から208の、計8両が製造されたが、 もは 100KO 予備本形式は俗に関東型と呼ばれる側面窓配置 D1、D2、D3、D2 をとして窓の天地寸法を大きく取った軽快なデザインの反抗性車体を備える。この形態は近隣では東京横浜電鉄もは5 0 0 5 1 0 0 0系、南部鉄道もは150系、鶴見林港鉄道もは210型などに見られた戦前関東私鉄の 標準スタイルであったが、特に本形式は、側面窓が高さ 1000mm、幅 800mm と湘南電気鉄道で1系の 1052mm、幅 760mm と同等の大きなもので、あることが特徴であった。低都電鉄区波500型は1936年1月に、日本鉄道自動車で制御車2両が製造されたが、 大枠は、鉄道省の木造客車の大枠を流用したもので、あったため、車体は、帝都電鉄の標準的長い間であったが、全長が 15,910mm と短く、3、扉車が標準であった、帝都電鉄の車両では、例外的な窓扉配置 D1D8D1 の2、扉車で、上高扉の幅も、多形式の 1,100mm に対して 1,000mm であった。また、 大枠にはトラス棒があり、台車も旧式の TR10 系であった。この2両のうち1両が区派1550系1551の前身となる502で導入当時は両運転台であった。1940年5月1日に帝都電鉄は小田急に合併したが、この時には各形式とも形式変更、改版は行われず、 1942年5月1日に東京急行電鉄に合併した時に形式がデ破1450系、九破1500型に変更され、全車両が改版された。また、車体塗装が茶色一色から緑一色へ変更され、正面の運転席窓上の日差しは1944から49年頃に撤去された。 1945年5月25日の空襲では、井の頭線所属の31両中、永福長者庫で22両、別の場所での2両の計24両が消失したが、区派1502と当日上泉に留置されていた出、デファ1458は消失を免れた。区派1500型は、戦時中に片側の運転台の機器を撤去し、事実上兵の運転台の車両となったが、 認可上は小田急電鉄所有となった後の1952年4月10日となっている。デハ1458は、その後戦時中に、台車を D-18 からデハ1400型が使用していた、川崎車両製中高台車に、電動機の出力を5 6 0キロワットから9 3 3キロワットのものに交換していた、ともされているが、小田急電鉄発足後の竣工図では、 台車は D-18 台車、主電動機は出力5 6 0キロワットの TDK-516 から2、歯車比3.0のままとなっている。また、1947年4月21日の認可で渋谷側の運転台を撤去して客室とする改造を実施しており、撤去後の乗務員室部分には座席が設置されない形態となっている。 1947年11月に、デファ1458と、クハ1502は、小田原線に転属となった。なお、この際にクハ1502の台車を TR、TR-10 から d e 1 8に交換している。転属した当初は、井の頭線で使用されていたそのままの状態で、外部塗装が緑一色であったことから、乗務員からは、青台償と呼ばれていた。 また、制御装置、制動装置もそのままであったため、小田急の他の車両とは、連結ができず、もっぱら二両編成で単独運用に入っていた。また、戦後の復興機の1800系の導入が一段落、した頃より1800系、1600系系及び、当時1600系の制御車であった、区派1315とともに、出派1458。 区破線5 0 2についても窓ガラスやシート地などできる限りの整備を施して復興整備者の看板を掲げて運用した。その後部品の互換性を考慮し、1950年までに以下の通り装備品の変更が実施されている。これにより、デハ1200.1400型などの HB 車との連結が可能となり、引き続きデハ1500型と、 区派五5 5 0系の2連で編成を組んで使用されたが、これに HB 車を増結したり、場合によっては区派五5 5 0型とで破線3 0 0系の編成で使用されることもあった。さらに、2両とも乗務員室と客室の仕切りは高さが低い程度電鉄仕様であったが、これを天井まで仕切る様式に変更し、乗務員扉を助手席側にも設置し、また、 変運転台化の際に撤去された乗務員室部分にロングシートが設置された。小田急電鉄として分離独立した後の1950年に、形式、番号は、デハ 1500K1501 区派 1550K1551 に変更、改版が行われた。デハ1501は1951年2月頃から、しばらくは、 日立製作所の KH-1K 台車を装備の上、クイル式駆動方式の試験が行われていた。1956年7月には、車体長が 15,090mm と短い上にに扉で、ラッシュ時の客扱いに難があり、運用上使いにくかった区波 1,550K1,551 の車体を共同工場で延長すると同時に、 デフハ15 1500K1501 と合わせて、主制御器とブレーキ装置を変更して、ABF 車との連結を可能とする改造が実施され、また、この改造の少し前には、車体塗装が緑色から、当時の通勤車の標準であった茶色に変更されている。なお、当時の茶色は赤みの強い茶色であり、後に2100型が導入された際に濃い茶色に変更された。 また、この更新後しばらくの間、3000KA 水車の設計資料として、区波 1550K1551 で男性車輪の試験が行われた。この改造の内容は以下の通り。改造後は ABF 車と共に使用されていたが、1959年時点での ABF 車の運用は4両編成の 1700K3 運用。 1900.2100K3 運用、1600K5 運用、1900K2 運用の K13 運用、2両編成の 1900K7 運用で、所要66両であった一方、当時の ABF 車は1500型を含めて68両で、本形式は他の2両固定編成の車両と共通運用で使用されたほか、検査や更新改造で稼働車両数が 所要数に満たない場合には多形式が代用され、4両プラス2両の6両編成での運行も行われていた。1960年3月から5月にかけて、等急車両製造にて更新が行われた際に、1900型と同様の車体に乗せ替えられ、形式も1900型で、波1914区波1964に変更された。なお、 車体はしばらく東急車両の構内に保管されていたが、同年秋に行われたデユニセン系の更新に流用され、1984年まで使用された。この改造は1500系の車体長や、窓寸法その他が他社と異なることが保守上の問題となっており、貫通路の設置、端張りの交換、幕板幅の拡大と窓高さの縮小。 屋根のビニールバリカなどの大幅な更新が予定されていたが、その後方針を変更して1900型と同様の車体を、東急車両製造で新規に製造して、交換することとなったものである。で派1900系1914区派1950系1964は1976年9月30日に廃車され、2両とも1977年に富士急行に、 譲渡されて、それぞれも波5230系5235、区波5260系区二5265となって1984年1月に廃車されるまで、同鉄道で運行された。また、デハ1500系、区千1550系の車体を使用した、デユ二千系系線1.1002のうち、千0は0には1976年10月30日に、 1001は1984年7月15日に廃車となった。ありがとうございます。